幕張新都心幕張ベータウンパティオスパティオスは、千葉県千葉市三浜空田瀬の幕張ベータウン内にある大規模マンション群。パティオスを関する名称として1から22番街及び、アバンセイリストグランエクシアグランアクシブがある。BCS 賞、グッドデザイン賞等を受賞し、日本建築家協会優秀建築戦闘にも選定されている。パティオス18番街。 パティオスパティオスの所在地左端がパティオスグランアクシブ、中央がパティオスエリスと幕張ベータ運内の主要な集合住宅群の一つであり、1995年より入居開始が行われ、幕張新都心の中心部から東側に位置する。JR 海浜幕張駅南口から東へ進み、幕張海浜公園を越えた先一帯に広がる。 町の最小単位である外区ごとに1から22番の番号がついており、1から22番街はマクハリベータウンの内側に位置する。アバンセエリストグランエクシアグランアクシブは、マクハリベータウン北東側の端に位置する1外区に所在する。パティオスという名称はスペイン語で中庭を意味するパティオが由来となっている。 各パティオスはガイドラインに基づいて設計されており、街のアイデンティティとなる街並み、街全体の調和を取りつつ、それぞれの外区に個性的で色鮮やかなデザインを採用し、超高層、高層においても、階数ごとにデザインの調整を行い、中央に憩いのスペースとなるパティを設けたヨーロッパスタイルの集合住宅となっている。ヨーロッパ風のデザインに統一され、電柱のない街並みや、 幕張クリーンセンターによる廃棄物空気輸送システムを採用している。上高層、高層においても回数ごとにデザインの調整を行っている。住宅で都市を作るというコンセプトから賑わいのあるヒューマンスケールを持つ街並み景観を創出するために柔を街路沿いに配列した沿道型建築都市、建物の低層部に商業、業務系施設を配置している。 マクハリベータウン空撮、奥の中層胸群が、パティオス1から22番街パティオスは、千葉市三浜区多瀬1丁目から、多瀬3丁目に所在する沿道型建築。中央に憩いのスペースとなるパティオを設けたヨーロッパスタイルが特徴で、1から22番の番号がついており、22胸のパティオスそれぞれに1から22番街の名称が付けられている。主な事業者としては、 都市基盤整備公団主体、幕張ィ株式会社主体となっている。その他、不動産会社、デベロッパー、ゼネコン、総合商社、鉄鋼メーカー、大和ハウス工業、第一ホテルエンタープライズ、第一生命保険など多くの企業が事業者として携わっている。主なデザイナーとしては、スティーブン・ホール、神田俊、小沢明、中村務、曽根孝一、 秋元和夫、山下正彦、池村啓作り、太鼓を進むほか、組織設計事務所、設計事務所、ゼネコン、デベロッパーなどが携わっている。主な施行としては、共同企業体による運用が多く、施行者は竹中工務店、大林組、京成建設、新日本建設、奥村組、戸田建設、前田建設工業、大木建設、三井住友建設、 清水建設、鹿島建設、大成建設、藤田、日清建設、森建設、旭建設、建設不動建設、愛沢工業、新日本製鉄などが携わっている。用途は共同住宅及び店舗であり、構造は鉄筋コンクリート構造、1995年から2010年の高機間内に順次竣工している。 歌瀬一丁目、歌瀬二丁目、歌瀬三丁目、パティオスエリスト T ネパティオスエリストは、千葉市三浜区歌瀬一丁目七番地に所在する、超高層棟の T ネと、R 棟の二棟にて構成されている、マンション群。T ネは、建築基準法、第20条第1号に基づく60メートル以上の、建築物である。敷地は2004年春光のパティオスアバンセに連続する、外区となっている。 T ィは UG 都市建築がデザインを担当。R ムは熊健吾がデザインを担当した。T ィは板上長構想の圧迫感を軽減するために縦分節を図りボリューム感を軽減。R ムはルーバーを用いて繊細なアースカラーのデザインとしている。共用部は独立ムとしてランドスケープの中に位置し正面玄関から中庭に入っていく緑の空間。 水と彫刻の空間は、エントランスホールの2枚のガラスによって、視覚的につながっており、アーバンスケールのグリーンネットワークの形成に、貢献している。パティオスグランアクシブ3番館パティオスグランアクシブは、千葉市美浜区打っ瀬1丁目7番地に所在する1番館、2番館及び、超高層棟の3番館にって構成されている、マンション群。3番館は、建築基準法。 第20条第1号に基づく60メートル以上の建築物である。パティオスグランエクシア3番館パティオスグランエクシアは、千葉市三浜区打田瀬1丁目7番地に所在する1番館、2番館及び3番館にて構成されているマンション群。幕張ベータウンの北東部に位置し、シースルーのアネックスが作る街並みが、特徴的な顔を持つ沿道型集合住宅である。 パティオスアバンセブイムネ、奥の長高層棟は、エルムネ、パティオスアバンセは、千葉市三浜区打田瀬一丁目七番地に所在する、長高層棟のエルムネと、ブイムネの二棟にて構成されている、マンション群。エルムネは、建築基準法、第20条第1号に基づく60メートル以上の、建築物である。マクハリベータウンの中でも、東北の端に位置し、北側には、 JR 京葉線が走り、東側は花見川緑地を挟んで、花見川が流れ、南側は打たせ第四公園に面している。花見川に面する V 棟は45メートルの壁面を2つに分節し、また屋根形状を V 型にすることによって、ヒューマンスケールの景観を現出している。また、ランダムに表出するバルコニーの壁は個性を表現している。L 棟は、 コミュニティベルト B の北端に位置する景観上重要な建物であり、L 型パネルのランダム配置により印象的なランドマークとなるよう計画している。新都心型住宅地開発として明確な外区構成や沿道性を重視した配置形式、住宅との接地外には商業施設を連ねる複合性など、個人が住むプライベートな空間と人々が集いにぎわう。 パブリック性を融合させ、住む、働く、遊ぶが有機的に連携した街づくりを目指している。建設プログラムの指針などを示した事業計画と事業推進協議会、デザインの多様性を確保するための都市、デザインガイドラインと計画デザイン会議の制定、設置など開発当初から革新的で総合的な運用システムを構築し、魅力的な都市デザインを 継続的に実現していこうとしている点が評価されている。パティオス1から6番街は、第2回千葉県建築文化賞、第8回千葉市優秀建築賞、パティオス11番街は、第9回千葉市優秀建築賞、第38回 BCS 賞を受賞した。パティオス8.1011番街は、新建築5月号に掲載されている。年には、 パティオス1から13番街、15から18番街がグッドデザイン賞を受賞した。パティオスグランアクシブは日本建築家協会優秀建築戦200戦に選定されている。ありがとうございます。